マイク・アルフォンソによるトッペ・スイシーダは、プロレス技の一種。プランチャ・スイシーダやトッペ・コンヒーロと並び、ルチャリブレの代表的な場外ダイブ技の一つ。トッペと略されることが多いが、この場合講義では、トッペ・コンヒーロなど他のトッペを関する技も範疇に含まれる。リング上から、リング上外にいる相手に向かって助走し、頭部や肩口などの正面から突っ込んで体当たりする技。通常はトップロープとセカンドロープの間をくぐり抜けて飛ぶが、トップロープの上を飛び越えるトペも使用され、ノータッチトペと呼ばれる。体当たりの方法だが、頭突き、ショルダー、タックル気味、フライングクロスチョップなど、使用するレスラーによって様々である。体重の軽いジュニアヘビー級だけでなくヘビーのレスラーにも多く使用されており、ジ・アンダーテイカーやザ・グラジエーターのような2メートル近い巨漢レスラーまでもが使用する。日本ではメキシコ遠征から帰国した当時全日本プロレス所属の桃田光男が最初に公開したとされる。同じくメキシコ遠征から帰国した当時新日本プロレス所属の藤波辰巳がドラゴンロケットの名称でドラゴン殺法の一つとして使用し他の日本人レスラーにも波及した。ありがとうございます。